次のニュースです。キノコ町の至る所で超自然的な現象が目撃されており、超能力者出現と話題になっています。不思議な能力を使用する人物の映像は合成ではないとされていますが、専門家は超能力者の存在に否定的な見解を示しています。しかし相次ぐ目撃情報に市民の動揺も大きくなっており、果たして超能力者は実在するのでしょうか。私が誰なのか、それは重要なことではありません。これからあなたにしてもらうこと、それが重要なのです。キノコ町中心部の巨大シンクホールはその発生から3日が経過し、現在は小康状態を保っています。しかしシンクホールの中心部では激しい重力異常が発生していると推定され、調査はおろか内部の観測さえ不可能な状況が続いています。さて、行ってみようか。そうだ、君ならもう一人でできるはずだにゃん。僕は用事があるので、この辺で。にゃん。